はい、えー、それでは始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。はい、えー、こちらはですね、2020年に絶対合格するぞ司法書士民法改正向上委員会の第8話、保全手続きや執行手続きで行うべきことを民法の中で解決しようとは思わないでくださいの回と, <laughs> ということになります。で、えっと、でとすね、まあ、タイトルで大体お分かりいただけるかと思うんですけど、あの前回ですね、 えと差外行為取消し権を取り上げまして、まあ、差外行為取消し権が結構ですね内容が重たくていろんなことが入っちゃってたんですけれどもその中にですね、えー、今回のタイトルになっていることからですね。えー 保全手続きとか執行手続きとそれから実態法である民法の役割分担というんですかねそこをまあしっかり明確化していこうという今回の改正のポイントがあるんですけれどもえ今回はですねまあその前回ちょっと出てきたんでまあそれのに引き続いてですねえちょっとまとめておこうかなとまあいうことで今回はですね内容的にはですね債権者代議権の話になります。 債権、まあ、者代位権においても、差外行為取消し権と、先ほどのポイントですかね、その保全手続き、執行手続きと、実態法である民法の、えー、役割分担の明確化ということなんですけれども、えー、こちらが図られていますので、まあ、それを、ねえー、ついでにあのまとめておこうかなと、まあ、いう、そういう次第でございます。 はい、でまずはその前回、ですね佐賀模行為取消権の会に話したことをちょっと思い出しておいていただこうかなと思うんですけれども、はい、どういう話だったかっていうとこれ前回も出したものなんですけれども、はいえー、A が B に対して、えー、非保全債権ですかね丸1っていうところの債権を持っておりまして でそうであったところ債務,者 B が、えー、と債務者 B が有している不動産かなんかを受益者 C に売却すると、えー、すごい安く売っちゃう的な、まあ、この丸2番の売買契約が、まあ、差害行為でしたよと、まあ、そういう話ですねでその時に、まあ、受益者 C が悪意だったので債権、はいえー、者 A が差害行為取り消しをしましたよと、はい、でこの A の C に対する、ま、債権者の受益者に対する差害行為取り消しの効果が前回やった、あポイントなわけですけれども、えー、この債務者 B ですね、まあ、訴訟において債権者 A が原告で受益者 C が被告なんだけれども、はい、えー、その訴訟の当事者ではない債務者 B にもですね、この差害行為取り消しの効果が及ぶことになりましたよと、ね。 いう話前回したかと思います、はいまあ、思い出しておいてくださいね決して絶対こうになったわけではないですよっていうお話を前回は強調してお話ししたということなんですが債権、はいえー、者そして受益者に加えて債務者には及びますよと、まあ、いうこととしたわけなんだけれどもその結果どうなったかというとですねはい まあ、受益者 C がですね、債務者 B に対して代金返還請求、この丸二の売買によってですね、まあ、あの、えー、非常に安い額で売ったのかもしれないけど、でも、いくらかは払ってたりするわけですからね。で、そのお金を債務者 B に返してくれと言えるようになった。まあ、これはこれで大事な事柄なんですけれども、まあ、それとは逆に、債務者 B の方もですね、 まあ、債権者 A が取り消してくれたおかげで <laughs>、えー、ある意味ですかね。はい。えっ、ー、と、受益者 C に対して、えー、その不動産、あの、自分に返してくださいと。ね。その差害行為取り消しの効果を、債務者 B 自らが主張して、目的物を自分に返してくれと、えー、返還請求できるようになったんですよ、と。まあ、いうことなんですね。で、この話を聞いて、 まあ、おそらく最初はですね、いやいや、そんなことを認めちゃっていいのっていうふうに皆さん思ったと思うんですね、えー。もともと債務者 B、債権者 A に対する差害行為として、この不動産を C に対して売却してたわけですからね。で、そのような B が自ら目的物である不動産を取り戻してしまったら、またまた今度はね、ああ、じゃあ別のね、D って。 D とか E とかよくわかりませんけれども、に、え売却して債権者 A を困らせてやろうと。ね。再び、差害行為とかをすることになってしまうんじゃないのかと。いうことが、まあ、心配されますよね。ってことなんですね。で、いやいや、そんなことを認めちゃっていいのと。まあ、一瞬思うと思うんだけれども、いやいやいや。 そんなことが、もしね、まあもちろん、債務者 B、もともと詐害行為やってる人なので、まあいろいろ悪いことしかねませんよね。であれば、別に、その、詐害行為取り消し権、まあ民法の世界で何とかしようとは思わずに、この発生した目的物返還請求権をですね、債権者 A は、もしそれが心配だったらですね、差し押さえすればいいじゃないか。 あるいは仮差し押さえでもまあ同様の効果が生じることができますよねってことなんですよね。で、この B の債務者が受益者に対して取得したこの返還請求権を差し押さえとか仮差し押さえしてしまえばまイン無はですね え、権利行使ができないということになりますから、え、それで十分対応できるでしょうってことなんですよね。で、その差し押さえとか仮差し押さえをしないで、 万全と、さがい行為取り消しだけしてですね、ああ、取り消せた、よかったな、とだけ言ってたら、それは債務者 B がなんか悪いことしちゃうかもしれないよね。でもそれは債権者 A が、きちっと差し押さえとか仮差し押さえとかしなかったことが悪いのであって、はい。いやいや、そのさがい行為取り消しの中で、えー、まあ、民法の世界の中でね、なんとかしようというふうに思う方がおかしいでしょう。まあ、そういうことなんですよね。はい。で、 えと先ほど申し上げましたように、これと全く同じ視点の改正がですね、債権者代意見の方でも行われてるんですね。で、今回はそちらの方をメインにお話しいたします。まあ、話の流れはもう全く同じということになります。はい。で、本日、えーと、ゲスト向上問題は2問なんですけれども、まず、えーと、ゲスト向上問題1なんですけれども、こちらになります。 民法を平成29年第17問の足の「い」ですね読みますと債権者が非代位権利を行使しその事実を債務者が了知した場合であっても債権者が、えー、非代位権利代位、まあ、行使してるなっていうことを債務者が知った場合であってもってことですね。 当該債務者は、非代位権利について、自ら取り立て、その他の処分をすることができる、はい、という足なんですね。で、これについてですね、はい、あの今回の改正の前あの、条文で規定されてたわけじゃないんですけれども、判例がありまして、で、この足はですね、まあ、誤りの足だと、まあ、いうこと前提で、 出題されてたんですね。はい。で、しかし、まあ、今回、えー、この元々あった判例とは、全く逆の結論となる条文が設けられまして、はい。えー、この足の、ええー、ですかね。これはもう逆になってますよ。まあ、いうことなんですよね。はい。で、いいでしょうか。まあ、これ、あの、えっ、ー、と、改正前に存在していた判例を元にしていて、 え、これはできませんよと。まあ、先ほどと同じ感覚ですよね。債権者がせっかくですね、非大権利行使しているのに、債務者が自ら権利行使しちゃったらですね、それによってなんか債権者の行為がですね、 えー、邪魔されると、まあ、いうことになりかねないじゃないか。ということですね。あの、坂公一取り消しの話と全く同じ感覚だったわけですね。で、だから、そういうことができないようにするために、債権者が代行使している以上はですね、債務者自身はもはや、権利行使できないんだっていうふうにですね、えー、従来は、まあ、改正前はですね、考えられていたということですね。判例はそのように判断していたということですね。で、 今回、改正によって新たに設けられた条文ですね、はこちらです。民法第423条の5になります。はい。で、えー、判例とは全く逆の結論になる条文が設けられましたよと、すなわち読みますと、債権者が非代位権利を行使した場合であっても、債務者は非代位権利について、 自ら取り立て、その他の処分をすることを妨げられない。はい。で、この場合においては、相手方も非大位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。あいうことになりました。はい。で、えー、判例とは全く逆の結論で明文化したと、まあ、いうことになります。で、えー 一応ちょっと図を2パターン出しますけども債権、まあ、者 A、債務者 B 第三債務者 C といたとしてですねでこの債権者 A がですねすでに B の C に対する非代権利ですかねこれをすでに代行使してますよとね、AC、A が C に対して代行使仮にしてたとしても ですね。えー、それを、ま、債務者 B が知ってたとしても、ってことですよね。まあ、知らないで行使しちゃうってことはあると思うんですけど、仮に、ああ、債権者 A が代行使してるなということを債務者 B が知ってたとしても、 はい。えー、全然それと関係なしに債務者 B 自身がですね、A が代行使に着手した後であっても、それを債務者 B が知ってたとしても、B は自ら権利行使をできますよと、B が C に対して、いやいや自分で洗ってください。まあ、いうことができるし、また、第三債務者 C もですね、えー、A ではなくて B に対して債務を履行してしまって構わないんですよと、まあ、そういうことが規定されたんですね。はい。 で、まあ、あの、もう、十分、こう、説明してるから、今は疑問には思わないと思いますけれども、あの、単純にこの話だけ聞くと、ええ、そんなこと認めちゃっていいのと、まあ、いうふうに思うと思うんですけれども、いやいや、そうじゃないでしょ、と。え、債権者 A がそういうことにならない、B による権利行使を望まないと、まあ、いうのであれば、当該債権をまず、差し押さえとか仮差し押さえをすればよかったんじゃないですか、と。 まあ、いうことなんですよね。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、差し押さえをした上で、例えば、直接取り立て権を行使する。ね。えー、それでよかったわけじゃないですか。で、そういうことを、まあ、何もしないで、万全と、 え、第行使してたら債務者 B が、え、先んじて、こう、あの、権利行使しちゃって C も B に履行してしまった、え、いうことで、ま、もし仮にですね、債務者 B が何かその後悪いことして債権者 A がですね、損害を被ったとしても、それは債権者 A がきちっとですね、自らの権利を保全するような手続きを取らなかった、ま、いうことが問題なのであって、 はい。えー、それを何か、あの、民法のね、えー、中で解決しようと思わないでくださいってことなんですよね。で、ちょっと並びをですね、もう一度、はい。えっ、ー、と、酒公取り消しの本と同じような並びにしてみました。で、A が B に対して、えー、非保全債権ですかね、を有してまして、非保全債権が丸1ってことですね。で、丸2が非大権利の方ですか。はい。ということになるんですけれども、 で、もし、えーまあ、先ほどありましたように、A が非大権利の代行使を仮に、もうすでに着手していたとしてもですね、債務者 B は、自ら、えー、当該債権について、えー、取り立てたり処分したりと、まあ、いうことが可能ですよ、ということとなり、で、その一方で第三債務者 C も、えー、A ではなくて、えー、本来の債務者 B に対して弁債することが可能ですよ、と。で、 もし、<laughs> そういうことになっちゃうのが困るなと A が思うのであれば A はこの非代権利についてあらかじめ差し押さえとかあるいは仮差し押さえをしておけばよかったんだと。で、もう一度、はい、えー、ちゃんと説明したいと思うんですけれどもこれあの差し押さえとか仮差し押さえをした場合の効果ですね。考えてくださいってことなんですね。で、 はい。差し押さえ、仮差し押さえ等をすると、えー、差し押さえ、仮差し押さえには処分禁止項があります。だから、差し押さえ、仮差し押さえの処分禁止項によって、債務者は当該債権を、ま、処分したり、えぇ、ー、連載を受けたりとかっていうことが、ま、できなくなる。 これはまさに差し押さえとか仮差し押さえの効果ということですよね。そのために差し押さえとか仮差し押さえ,さえするわけですからね。ってことですよね。で、その一方で、えっ、ー、と、債権についての差し押さえ仮差し押さえは、弁債禁止法もありますよね。で、差し押さえ仮差し押さえには、第三債務者に対する弁債禁止法もあって、で、それによって、 で、まさに第三債務者もですね、債務者 B に弁済しちゃダメですよと。仮に債務者 B に弁済したとしても、債権者 A には対抗できませんよと。えー、改めて、えー、債権者 A に弁済しなければならない。まあ、いうことになりますよ。で、この弁済禁止法もまさにこの、差し押さえ、仮差し押さえの効力として認められるものじゃないですか。ね。すなわち、 こういった、その、本来、処分禁止項とか、弁、え、弁済禁止項を生じさせるために行う、差し押さえとか仮差し押さえをしてないにもかかわらずですよ。はい。まあ、民法上の、 債権者代意権行使してますよというだけであたかも差し押さえとか仮差し押さえしたのと同じような効力が生じること自体おかしいですよね何のために差し押さえとか仮差し押さえの制度があるんだよと、まあ、いうことなんですよもう全くその権限を逸脱してるってことですよ、はい、本来差し押さえや仮差し押さえによって認められるべき効果ですからねその処分が禁止されたり弁済が禁止されたりそれを民法の世界にも 持ち込まないでくださいと、まあ、いうことなんですよね。はい。で、そうすると、はい。まあ、いいですよね。もう、本当に、あの、完全にその差し押さえとか仮差し押さえのによって生じるはずの効力を、もう三意見者、大意見、根治しましたってだけで認めてしまう、まあ、えー、改正前はね、解釈が取られてたと。まあ、いうこと自体が、まあ、ちょっとおかしいよね、えー、いうふうに思います。はい。 ということで、まあ、先ほどの問題なんですけれども、えー、民法平成29年第17問の足の位なんですけれども、はい、まあ、もう一度読みますよね。債、は、権、いえー、者が非代位権利を行使し、その事実を債務者が了知した場合であっても、当該債務者は非代位権利について、自ら取り立て、その他の処分をすることができる。はい 改正によって正しい足となりましたよと改正によって成語が変更になっておりますので注意をしてくださいということになりますねはいでそれから、えっと、本日はもう一問ありましてゲスト向上問題の丸2なんですけれどもでこちらはですねもうちょっと長い問題文のお 問題だったんですけども、えー、それを一部抜載しております。で、民法を平成26年抜粋ですね。ごめんなさい。民法平成26年第16問の足のあですね。えー、読みますと、債権者代意見を行使するためには、裁判上の代理の許可を得た場合、または代理行使が保存行為に当たる場合を除き。 第2行使の時点で履行期が到来している必要があると。で、まあ今申し上げましたように、これはあの、長い問題文の一部分、えっ、ー、と前段だけなんですね。で、実は、まあこの足後段にですね、これに対し、差外行為取り消し権はこうだっていう文章が続いてて、で、実はですね、その後半の差外行為取り消し権の部分が、 明らかな誤りになってるんですね。で、その結果、この足は全体として誤り足で出題されていたと、まあ、いうものなんですが、今、その後段の佐賀委員会取り消し権のところを除いちゃって、この前段の債権者代言の部分だけ見るとですね、これはあの改正前は、この前段の部分は正しいはずだったんですね。 はい、でこれが、まあ、あの今回の改正の影響を受けて、この前段の部分も、まあ、ちょっと変わってきてますよと、まあ、いうことになりますねで、それは何かと言いますと、債、は、権、い、者代意見の要件として、これはあの、は改正前ですね、改正前はどうだったかっていうと、こうなんですよね、でさ先ほどの問題文の通りって感じですよね、債権者はその債権の期限が到来しない間は、 裁判上の代によらなければ全項の権利を行使することができない。まあ全校の権利が債権者代位権だったんですけれども、ただし保存行為はこの限りではないっていうことで、はい。えー、と、期限未到来の債権を非保全債権として債権者代位権を行使することができる場面としてはですね、 この、えー、保存行為以外に裁判上の第理という制度があって、まあ、この二つが例外ですよ、まあ、いうことだったんですね。で、しかし、今回改正によりまして、こうなりましたと。はい、えー。下の方が今回改正後になってますので、間違いのないように。債、え、権、ー、者は、その債権の期限が到来しない間は、非代位権利を行使することができないという本文になりまして、ただし保存行為はこの限りでないということで、はい。 えー、期限未到来の債権を非保全債権として、債権者代権を行使することができる例外は、もう保存行為のみと、まあ、いうことになりましたよ、と。で、すなわち、まあ、今回、まあ、これは、ね、結構ね、あの、わかりやすい話なので、皆さん押さえてるとは思うんですけど、改正によって裁判上の代の制度ですね。まあ、これは廃止になりましたよ、と、まあ、いうことです。で、まあ、この裁判上の代の制度が廃止されたっていうことについて、 まああの、もともと裁判所の代の制度があんまり利用されてなかったと、まあ、いうことはあるので、まあそれを理由としてこう、抑えてるっていうことが多いのかなとは思うんですけれども、そうじゃなくて先ほどの話ですね、あの、 この裁判上の内容に当たる部分ですね。あの、要するに非保全債権が期限未到来であると。で、だけれども、えー、もしですね、債務者が、えー、先に権利行使すると、後でそれによってですね、債権者が不利益を受けてしまうんじゃないかと。まあ、いう心配があると。で、だから、まだ非保全債権期限未到来かもしれないけど、先んじて権利行使したいんですよっていう制度だったんだけど、いやいや、それ、 そもそも認める必要ないんじゃないですかってことですね。で、まあこれ全く先ほどからの話の続きなわけですけれども、普通に保全手続きで対処すればいいだけの話でしょうと。まあそういうことなんですよ。で、まあ保全手続きで対処すればいいからこそ、実際問題裁判所の代の制度があまり使われてなかったということでもあるんですね。で、まあ使われてなかったっていう以前の問題として、それは民事保全手続きの 役割でしょってことなんですよ。それを債権者代理権に持ち込む必要はないでしょういうことなんですよね。で、まあ、先ほどと同じですね。えっ、ー、と、A が B に対して債権を有していて、ああ、えっと、まあ、債権者 A、債務者 B、第三債務者 C の関係ですかね。すみません。で、この時に、はい。えっ、ー、と、A の B に対する非保全債権が期限未到来ですよと。で、その場合に、 債権者 A としては事故、ね、の債権を保全するためにどうすればいいですかっていうと、まあ、先ほどから言っている通りなんですけどね、はい、BC 間の債権仮差し押さえすればいいんじゃないですかということなんですよ、はい、で仮差し押さえは、ねまあ、あのついでに民事保全法を思い出していただきたいんですけれども非保全債権が期限未到来でもすることができますよねってことなんですよ。だから もうただ単に BC 間の債権、これ仮差し押さえしとけばいいっていうだけの話なんですよね。はい、で、まああのー、せっかくなので、一応ですね、まあ、民事保全法の条文を見ときましょうかね、民事保全法の20条で、まあ、2項にそれがあるんですけど、まあ、1項から見ちゃおうかなと思いまして、はい 認知保全法ですねこれ改正と関係ないんですけれども、えー、ちょっと知識の確認ということで読んでおきますと、えー、仮差し押さえ命令は金銭の支払いを目的とする債権について強制執行をすることができなくなる恐れがあるときまたは強制執行をするのに著しい困難を生ずる恐れがあるときに発することができると、まあ、まさに先ほどの事案、そうですよね。でしかも 第2項として、こうですよね。仮差し押さえ命令は、全項の債権が、非保全債権ですね。条件付き。まあ、条件がまだ成就してない状態ってことですね。またはま、期限付き。まだ期限が未到来であるってことですね。で、ある場合であっても、これを発することができるっていうことですと。で、非保全債権が期限未到来であっても仮差し押さえできるんだから、全くもって、これ、 でもう解決できてしまう、まあ、仮差し押さえの役割をそんな債権者代理権の中であの実現しようと思わないでくださいと、まあ、そういうことなんですよね。はい、ということで、まあ、先ほどの、はいえー、っとこちらです、ねえー、っと仮差し押さえは非保全債権が近未到来でもすることができるんだからもはや。 裁判上の、もはやじゃないね、あの、以前からそうだったんですけど、よくよく考えたらそうだったってことですよね。まあ、裁判上の代、そもそも必要がないでしょうということなんですね。はい。で、えー、と、先ほどの問題なんですけれども、えー、ゲスト向上問題の丸2ですけれども、もう一度読みますね。はい。 えー、債権者代位権を行使するためには、裁判上の団位の許可を得た場合、または代位行使が保存行為に当たる場合を除き、代位行使の時点で履行権が到来している必要があると、まあいう、まあ足の一部だったんですね。で、もう一度言いますが、あの、改正前は、 ここの部分ですね。足の一部分ではあるんだけれども、えー、だけを取ってみれば一応正しい足だったんだけれども、改正後はですね、まあ、この部分についても誤りになりましたよと、と、まあ、いうことですよね。で、えー、っと、裁判上の第二の制度は廃止されましたので、もう一度申し上げておきたいと思いますが、えー、期限未到来の時点で代行使が認められる例外は、 一つだけになりましたよと。えー、すなわち、保存行為に当たる場合ですね。これは、期限未到来であってもすることができるけれども、まあ、それ以外はですね、えー、債権者代意見、まあ、非保全債権が期限未到来だったら、行使できませんよと。えー、裁判上の代によって行使するとかいう、そういう制度はないですよと。まあ、いうことなんだけれども、でも、いやいや、そんなの認める必要ないでしょ。えー、もし必要があるんだったら、 民事保全手続きである仮差し支えを行ってください。まあそういうことになりましたと、まあいうことですね。はい。で、まあちょっと今回は、えっ、ー、と、前回の続き、まあ前回のところで説明しようとするとちょっとですね、盛りだくさんすぎるということで、まあ今回の方に譲ったんですけれども、はい。まああの、セットでね、えー、確認しておいていただくと、まあ非常にわかりやすいんじゃないかと思います。 はい。えっ、ー、と、それでは本日は以上で終了いたします。